あたさん。外録チャンネルを見て、武井さんの考え方、哲学がものすごく好きになりました。ありがとう。幼少の頃からかなりいろんな物事を考えて生きてこられたと思いますが、考える力をつけるにはどのようにすればいいでしょうかだって難しい質問だね。考える力はもう考えることでしか手に入らないので、難しい質問だな。まあ、俺は別にその考え方を育てようと思って考え方を育ってたわけでもなかったから、 子供の頃本当に生活が苦しくて考えねばならぬという状況に追い込まれちゃったんで仕方なく考えてただけだからそんなあのアタさんに考え方をつけるためのアドバイスなんかなかなかできないですけどなんか活動何かの活動をしたいって思,思ったんだったらその活動を上達するにはとか その活動で成果が他の人よりも出るっていうことはどういうことなのかをちゃんと口に出して、まあ物にも書いて書き出して、なんかね、あの整理するといいですね。例えばわかんないけど、100メートル走を速くなりたいっていうふうになったら、それを100メートルを速くなるっていうぼんやりしたワードのまんま始めずに、100メートル走が速くなるってどういうことっていうのを、 書き出すすんですようまずは、例えば、100メートルスタートからゴール、ドーンって音が鳴ってからゴールまで達成するのに、一番最初にゴール地点に達することっていうのがまず1行目。それをするためには何が必要かっていう。はい、まず、じゃあ、足が早く回転した方がいい。けれども、早く回転しても歩幅が小さかったら、 対して距離が出てないわけだから、足の回転が速くて、一歩が、一歩ずつが遠い方がいい。っていうのが、シンプルに足が速い答えなんですよ。足の回転が人よりも速くて、さらに一歩ずつの距離が大きい。もしくは、足の回転大きい、あの、遅いんだけど、一歩ずつが他の人よりはるかに広いとか、いろんな要件があるんですけど、 で、それを、なぜ、そうそれが必要かって言ったら、走っている速度が速くなればいいってことなんですね。でそういうふうになんか、いろいろ、じゃあ、それを必要とするためには何が必要かってことを、いろいろ書き出したりとか、分析っていうか、あの、解体していくっていう作業が必要で、そういうことを考えてると、あの、立体的に、こう、多角的に、こう、その物事を見るようになるんで、 これってどういうことなのこっちから見たらどうって言って、こう360度考えて、こっちにも要素があるって、これも考えて,て。で、こっちにも要素があるこれも考えてってなると、つながってくるんですよ。なんか横でこう触れたりとかし合って。そういうのを知らずに、ただ100メートル速くなりたい。じゃあ陸上部入るべきだね。陸上部入ってメニューをもらいました。それを一生懸命こうしてたら、全然速くなりませんでした。これは、そりゃそうなのよ。何にも考えてないから。だからそういう風に、ちゃんと一 一回頭で咀嚼して分解して必要なものを整理して優先順位をつけて選択してトレーニングをするってことができないと遠回りになるんですよね。だからそういうふうにして簡単なことをこう理解していくってことを癖付づけたらいいかもしれないですね。